ちゃん本物でーす。はい、ということで今回ですね、渋谷、原宿、新大久保、各所で5000円と言いながら1万円オーバーしまくってる企画のファイナル、新大久保にやってまいりました。新大久保だったらコスメかなって思ってるんですけども、これもオーバーしちゃわないように頑張ります。ちなみに夜ご飯を食べる予定なんですけども、それは含みません。さすがにね、含んだら多分もうすぐオーバーしちゃうので、1本目が渋谷、次が原宿、概要欄にリンクあると思うのでぜひご覧ください。はい、ということで今から夜ご飯食べていきたいと思います。はい、ということでいろいろ買いました。全部この袋の中入れちゃってるんですけども、中身いろいろ買いました。で、ご飯食べに来てるんですけど、前回来たところと一緒でチャムンナムっていうところに来ました。前回美味しかったじゃがいもチヂミと水冷麺とビビンパとあとボンボンと梨ジュースを買いました。じゃーん距離感お通し来ました。じゃーん、ビビンバ来ました。私辛いの食べれるんで、辛いのも入れながら混ぜちゃいます。卵割ります。いただきます。ごちそうさまでした。結構やっぱり乗ってくれるかもしれない。あと水冷麺みたいなの来るんですけども、それもね、パパとシェアするんで。こちら来ました、こちら。じゃがいもチヂミ。はい、ということで、こちら冷麺来ました。飲み物がなくなったので、ウロと頼んだんですけども、その時に、あ、何の撮影って言われたので、あ、YouTube ですって言ったら、あ、YouTube、あとで名前教えてくださいって言われたので、教えたいと思います。いただきます。2杯目ウロン茶いきます。じゃーん、すごくない？はい、ということで食べてきました。めちゃくちゃお腹いっぱいで美味しかったです。ということで別会計なんですけども、2人でさっきの分で4620円でございました。美味しかった、ちんちゃんマシッソよ。はい、ということでですね、ご飯も食べてお腹いっぱいになったんですけども、あと1000円くらい残ってて、こちら結局ドンキホーテに来ました。ということでちょっと買わないといけないものがあるので、そちらを購入したいと思います。現在の時刻は9時50分でございます。他のお店は多分もう閉まってます。眠らない店ドンキホーテに行ってまいります。ないじゃん。全然やばくね。買っちゃいます。はい、ということでですね、なんかパピコが参戦してきて、なんかたくさん購入したんですけども、私が購入したのは2点あるんですけども、またオーバーしてるかなと思うんですけども、お家で紹介してるのえのほのぼの。ということで、お家のほぼんとのえのんです。ナマステ。のえのんはやっぱのえのん番組なので、強制的に召喚させました。ありがとうございます。ということで今回ラストの渋谷、原宿、新大久保、5000円渡されたら何買うの新大久保編でございます。私コスメ欲しくって、でも新大久保行くってなってたから絶対買わないようにしてたんですよ、はい、本当は原宿でアットコスメ東京に行ってコスメを購入したいなと思ってたんですけども、それもやめてこれ買ったんですけど、うん、
今回は新大久保で購入したものを紹介していこうと思います。まずはじゃーん、ミョンドンコスメなんですけども、おー懐かしい。買ったのはそこじゃなくて、まず行ったのは地下に入るとこ。ああ、だからスピンガーデンだっけ。あ、そうそうそう、の横だよね。そう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 。でとりあえずと思って買ったのこちら。懐かしくない、夏エチュードハウスのディアーダーリンウォーターディントでございます。私一食いリップまた使いたいなと思い出して。何一食いリップって。なんか人食べたみたいな色のリップでてかさ、思ったんだけどさ、原宿もさ渋谷もさエチュードハウスなくなったじゃん。私東京にエチュードハウスってなくなったのっていうぐらいさエチュードハウスの場所あそこしか知らなかったから。この口紅なんですけども塗ってみますね。口に口紅なんだから口以外塗るとかないでしょ。ついてた、一食いにするでしょ。もっと塗んない。エチュードハウスのリップって美味しい気がする。めっちゃ美味しいこれ今先にさ口紅塗っちゃってるからだけど、これが落ちにくいリップって言われて、おー確かになると思う。私の見て、潤いがあってね、これなんか潤いがあってねって思って、これさ水だからさ、ほとんどウォーターリップだからさ、この繊維にさこうバババババってこの中に入るわけじゃん、染み込むわけじゃん、うん、だから落ちにくくなると思う私的にね。美味しい、ワインの匂いする。懐かしくない、ワインそんなんじゃない、ワインでグレープ。めっちゃ懐かしい匂い。すごいブドウ。ということで1個目はこちら、お値段が720円。高っ。でもこれめっちゃよくない、いいじゃん。続いてはミョンドンコスメで購入したものでございます。懐かしい。うちらさ結局新大久保行ってもドンキで済ませちゃうからさ。そう、じゃあ新大久保行く時間が遅いんだよ。だいたい夜ご飯食べに行こうで新大久保行くからさ、これ企画で行かないから。次は前回と前々回の動画見てくれた方は分かると思うんですけども、いろんな系統の洋服を着ようと思って、韓国系のお洋服が一番ナチュラルっていうか似合ってます。世間一般的に普通って言われるような服装だと思ってるんですよ私は。最近思うんだよね、友達と遊びに行く時がさ、こういう服着てっても可愛いと思うんだけど、普通の服装着てこうと思って、なるべく普通の服装を着てたの。これは普通なんだけど、なんか量産時代とか着てきたいなと思うけど、まだそこまでの中じゃないかなみたいな人は普通の格好で行ってるから、そういう普通の服装も欲しいなと思ってるんですけども、韓国系のお洋服って可愛いのが多いじゃん。でスタイルがよく見えるのが多いから、ちょっと今度それもやってみたいと思うので、グレイル。お前さ結局グレイル買ったらさ量産型じゃねえか。グレイル、エアンドとか、全身コーデで10万とか言ってたじゃないですか。でもグレイルだと1万。じゃあいいじゃん、1個さいいの買ってさ、プラスで合わせるやつ、例えばトップスだけいいの買ってパンツは安いのとかでもいいんじゃない。その方がなんか良くない。じゃあ A ランドで5万円企画。あ、いいじゃないですか。私も A ランドで高橋海人が着てたお洋服買おうかしら。バラクラバが着てた。あ、バラクラバがいないということで話し取れたんですけども、ミョンドンコスメで購入したのはじゃーん、何それ。日焼け止めでございますね。こちらCNP って知ってるかな、黄色いさ、あのさスプレーみたいなの、 あれのマイルドサンローション日焼け止めでございますね。これあのなんとお値段をねアマゾンで調べたので、私が欲しかった SPF、これ SPF40 があったんだけど50が欲しかったから、で売ってなかったのアマゾンでは、私が探した限りね、だから買っちゃいました。じゃーん、あスプレーじゃないんだ、かわいい。なんかこちらこれさどういうタイプのだと思う。あプッシュ。そうなんだ、マジで。見てください、いきますよ。ウケる。それはいいね。これをこうやって出すのよ。それめっちゃいい。しかもめっちゃ自然にトーンアップしてくれるの。出ないんだけど。開いてないんじゃない、そんなことないよな。やだな、不良品。あー出たー、出ました。ちょっと手になじませてみ。しかもベタつきにくいのよ。めっちゃトーンアップするんじゃない、これすごっ。めっちゃいい香り。そう、どっちがつけたでしょうか。こっち。正解。めっちゃ綺麗にトーンアップしてくれない。塗り方によると思うけど、じゃ色ムラができにくいって言ったらいいのかな。なんかね、もうこれは肌を綺麗に見せてくれて、ほら見て。やばくね？こっち側。昨日、一昨日ぐらいかレトロのカフェに行ったら、ね、私も行きたい。なんで友達と行ったんだけどさ、まあ、詰めしててさ、お会計してる時にめっちゃレトロだったから、店主もいいお年だったのよ。いいお年ね。うん、さてきれいよね、爪も長い、きれいって言ってくれた、言ってくれた、触られたってなんで言ってくれた、おばあちゃんに嬉しい、一番嬉しい。
最近ね結構声かけられることが多くて、これなんか定期的に私あるんだけど、ノエノンさんでしたねとかじゃなくて、じゃなくて普通の一般の人に、ごめんごめん、みんな一般の人、私も一般の人、視聴者さんファンじゃなくてってこと、むしろファンの人よりも普通に声かけられる方が今月多かったかも。なんかこの前スタバにいたら、スタバのお兄さんに、あの私マルジェラの財布使ってるんだけど、お財布かわいいですねって言ってくれて、ありがとうございます。イケメンだった。面白いよ。スタバ店員さんは、ね、多分誰にでも話しかけるんだよね。フレンドリーだよね。そう、めっちゃいいよね。だって私あれだもん、友達と勉強しに行ったの。うん。そしたらさ、勉強ですか？頑張ってくださいねって言って、ありがとうございますって言った記憶ある。うん。これは本当に、わかるかな、私両手やっちゃったんだけど、なんかね自然にトーンアップしてくれて、ツヤも与えてくれて、日焼け止め特有のめちゃくちゃベタベタするっていうのがないんですよ。時間が経つにつれてめっちゃサラサラしてくるっていうんですかね。私が購入したのは私ガチなんだよ2個でございます。でこっちのサンローションはですね、お値段が高そう、2970円でございます。最初これ買うか迷ってたやつなんだけど、結局買っちゃいました。この後にご飯屋さんに行きまして、ご飯を食べたんですけども、何食べた？チヂミ。あ、チヂミ、あ、この前行ったところ、あ、その近くにはですね、あ、我らがドンドンドンキドンキホーテがあったので、ドンキホーテで購入したんですけども、もうこれヤバいの、ワクワクウキウキしちゃって、何買ったか知ってる？知る。当ててみて。あ、今なんか見た感じコスメあったよね。あれおかしくない？じゃあ、ご紹介していきます。まずはこちら、洗顔専科で洗顔専科のオールクリアオイルということでですね、こちら詰め替え用ということで、私がね PR で流れてきて買ってよかったので、消費者側に回られてる方ですね、購入しました。これ洗顔もついてるやつもあったんだけど、洗顔は今使ってる泡の方がいいかなと思ったの で、あれがなくなったらこれ1本でできるやつしようかなと思ってるんだけど、うん、とりあえずこれは普通に必需品っていうことで購入させていただきました。お値段が758円でございます。つい一旦パパの買ったものを紹介するね、バナナキックや、バナナキック1、2、そんなバナナキック好きだったっけね、グフか3ということで、3つで1つ98円で3つで294円でございます。前までさ、こういうバナナキックとかって超高かったんだよね。1個300円ぐらいしたもん。うん、じゃあ次いいですか、はい、開けていいよ、それ食べていいよ。続いてこちら、梨ジュース、なんかでかいんだよ、そばも売ってて、でかくねって言ってて、2個買ってて1個138円で2個で276円でございます。これがバナナキックです。続いてこちら、コムタンラーメン。コムタンラーメンも2個買ってて1個358円で2個で716円でございます。こちらはコムタンが得意料理なんです。いや、これって鍋で作んなきゃいけないよね。お湯をこうジャーッとできるもんじゃないんですよ。なんでなおさら料理した感が出てて、じゃあちょっと得意料理にしてます。ということで続いていいですか。何それ、何買った？もう涙出てきちゃうぐらい嬉しくって、じゃーん、おー、よくやったうちの子。怖い怖い、ビセのところ見て、これは置いてなかったの。これさ、1個さ、いつもこれがなくってさ、これ単体でこうババ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 って置いてあるのね、うん、だから売ってないじゃんみたいな、うん、泣いたと思ったの、うん、したら隣にラックみたいなのがあって、これなんかかかってて、うん、何個1個、いや6ぐらいかかってて、待ってみたいな、うん、パパ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 パに似てるみたいな言われてて、私あのマキシマイザー色が出たからさ、うん、色付きが出たからそっち欲しいなと思ってたんだけど、なんで私には買ってきてくれてんのかい。私のんちゃん欲しいなって一言も言ってなかった。お姉ちゃんもどこ行っても探してたんだけどな。それ私のためじゃなくって、お前のためだよ。ということで今回はこちらを使っていこうと思います。でも私今唇がさ切れちゃってて痛いんだよカプサイシン新進じゃん。これいくら？いや1300円でございます。安っ、もう1本買ってこいよ。だって聞いて、ディオールは
4000円。あ、でも4000円なんだ。そうなんだよ。パパが8000円ぐらいじゃんって言うけど、うん、そんな高くないでしょと思って、うんうん、4000円でした。ということで、ミシェー口塗っていきます。私じゃあディオール買おうかな。よし、今年のタンプレディオールでまだ8月まで何ヶ月あると思ってる。痛い、痛い、痛い、もう痛い、もう痛い、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 あれで慣れてるんだよね。リップクリームにカプサイシン入ってるってあるよね。ジルのさ、あ、ジル？ジルカプサイシン入ってるのあれ。痛いじゃん。そうなの？うん。あー、あれか。リップクリームか。うん。あんま痛くない。そう、すぐヒリヒリしないって。ということで、今回はこちら合計いくらだと思いますか？このドンキ。え、でも多分さっきの日焼け止めとエチュードハウスで3000円ぐらいとすると2000円ぐらいでしょ。3657円。オーバーしたから1000円。オーバーくらいかな、うん、ということで、今回は最終回、5000円渡されたら何買うのでございました。ということで、カットもこの間にできましてですね、とても可愛いでございます。ビセはマジで本当どこにでもないので、どこにでもないので、ぜひ見つけた方は気になってたら買った方がいいと思います。いや本当に買ってみてほしい。痛くない、全然。結構真面目に、本当にないなっていう方はぜひ新大久保のドンキに行ってみてほしいなんて売ってるかもしれない。そっか、確かに。もしかして今入荷したのかもしれないしね。うん。ということで、また今度新大久保5000円チャレンジやってほしいよと思ったヒート、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。新大久保以外にもですね、原宿と渋谷でもほのぼのさんにやってもらってますので、そちらの方まだ見てない方はグッドボタン、チャンネル登録して、そちらの動画を見に行ってください。概要欄に買っておきます。それではまた次回の動画の番組でお会いしましょう。ケーバイバイちゃん。低くなり響く音、透明。